い、どうもピアキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。今日のトロールコース、トーズウィークリービジットトゥアービーズということで、キノピオは毎週アービーズに通うということでしょうか。で、あのアービーズってなんだろうと思ってグーグルで調べたんだよね。そしたらアメリカのファーストフード店みたいだね。ということはこのコース、キノピオがアービーズにたどり着くまでの道のりだと、そういうコースだと思います。まあそこで思ったのは一つだね。命がけすぎんだろ絶対ボコボコにやられると思うんだけど、どんだけ行きたいんだよキノピオアービーズに。なんでコースのテイストと合わせて今日はキノピオに変更してまいりました。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.78%。 まあ僕たちがさ、ファーストフード店って言ったらマクドナルドを思い浮かべる方は少なくないと思うんだけど、人によって訳し方って違うよね。みんななんて言う？僕マクドって言うんだけど、ここは左上のパームロックを叩く。届かないか。じゃあ右のオンオフだ。開幕オンオフ。それじゃあ残された道は2つ、隠しブロックだろ。わーい。ということはもう分かりまくり、腕まくり、成功したら高笑いをしてやるぜ。オンオフした瞬間すぐ上に行く。そこだー。落ち着こう。ここで蹴る。そして降ってきた魚をこの場所で踏む。さっきのかしたぞ俺上がってこないのか。そしてこの場所何が起きそうだな。ツタに捕まると見せかけといてこの場所で何もしない、これが正解。一瞬やじとキノピオの初キッスとうとう一瞬やじはマリーだけじゃなくキノピオにも手を出したようですね。じゃあここはジャンプしてこの場所に置いておこうか。なるほどね、これで先に進めるのか。左の魚には引っかかりませんでした。さあ次は何もしない。そういやちょっと前にさ、スタバで新作が出たじゃん、ハロウィーンの紫色のやつ。あれさ、見た目めっちゃうまいけど、めちゃめちゃうまいよね。誰か共感してくれる方いないかな。え、ていうかここ罠引っかからないで行ったみたいな。うまうまうまぴょい伝説。君のキノピオズキュンドキュン走り出しバキュンブキュンやられてくよ、こんな魂は初めて。今のでチェックポイント1個目疲れたここはジャンプしなきゃ靴に乗れないもんな。分かってんだよ、あの世へ行けることをね。いや正直なこと言っていい？マジで褒めてほしい。馬から馬ぴょい伝説に行ってさ、そっから替え歌ができた自分をマジで褒められてもいいんじゃないかなって。いや僕が言ってるから、うるせえな、まあいつも声がピオキングだからなみたいな。これがさ友達がしたらどう？馬ぴょい伝説いきなり歌い出してたマジで爆笑すると思う。これはここはコインの場所にいた瞬間すぐ左に逃げる。これで合ってんじゃないのか。いや絶対敵にやられたと思った。ここの50コインだけは回収しておこうか。そしてこの上は、あ、いけないね、なんかバーがある。じゃあ右下のオープン乗れてるぞ。僕は今日絶対ハンバーガーを食べてみせるんだ。いつもキノコバーガーの材料が来たとか言われてるけど、絶対に今日僕はハンバーガーを食べてみせるんだ。お客さんだっていうことをみんなに分からせてやる。こっちは針しかないね。僕は調理される運命なんですか、やっぱり。でも僕は絶対にハンバーガーを食べるまで諦めないんだからだ。あのさ、言ったと思うんだけど、実況と関係ないことめちゃめちゃ思ってない僕まあそれがピオキングクオリティということで、じゃあキノコを取ってたら、なるほどこの上に行けるっていうことか。あ、これで中間ポイント取れるんだね、ありがとうございます。右すげえ怪しいけど、右何なんだろうね。あっちに実はゴールがあるみたいな。ここは上を出発でいいよ。ここは右を出発だね、上を出発じゃないで、間違えちゃったじゃあここはクレーンに乗ってぽやん。クレーン乗ったらいけないのかな。乗った瞬間ジャンプ。あ、これでいけるんだね。そして左のフラは取らせてくれないんだろう。何が来るのは分かってる。右が左、いける準備した。右か、このフラワーを取ればいいっていうわけね。さあ進んでいきましょう。今の反射神経なかなか良かったんじゃない。なるほどね、ここは左の針に当たってチビになって進まなきゃいけないのか。なんとなく怪しいとは思ってたんだけどね、左の針で下に行って、あのツタに登って、僕は一旦何もしない。あんな子供騙しみたいな罠に引っかかってしまったぜ。じゃあ隠しブロックを叩いたら石親父がいなくなる。そしてこの上に行けば先に滑ると。右か左か、左はオンオフ変わんないな。ということは USA キノコを取ればいいと。キノコ様、いやこっち行けるんじゃない。地獄へね。この方あれだね、アイテムを急に出してくる系が好きだ。
今のは言い方に感情がこもってなかった。テイク2アクション。この制作者はアイテムをいろんなところに出すのが好きなようだ。それを見極めてしっかりいきましょう。いいね、ヨキング君、声優になる気はあるかい？いいんですか？声優僕の夢だったんです。でも僕はもう違う夢を見に行くことになりそうです。あれ、ここどうやってしたっけ？夢の話を感じてて全然言い方が分かんなくなってきた。この上叩いたらダメだったよね。あ、叩くふりをすればいいのか。そしてこのドアに入っていけと、そろそろ中間ポイントに。オッケーオッケー、中間ポイントに無事に取れました。ここは上に行って何もしない。ここは右押しっぱだね。右押しっぱでこの針が抜けれると。そしてこのバネ追いかけようじゃないか。どう、やめるなよ。こんな罠で僕を戸惑わせようと思っているのか、制作者よ。こんな罠僕にとっては致命的だよ。右通ります。次は頭通ります。そしてこの扉に入れと。さあ行きましょう。ゴール、もうそろそろ近いんじゃないのか。うん、怪しいなこの角のコーナーは。絶対この辺、うん、自分気づかしちゃった。いや、それはないよ。でももうあそこに隠しブロックがあるっていうのが分かったね。なんで右に行けば、あ、バブルが落ちてくるっていうことか。そしてこのカノンの甲羅で倒してすぐ上に進めと。パウ様、パウ様、これも試練なのでしょうか。僕はまだまだ未熟だから修行を与えていると、そういう認識でよろしいでしょうか。ブブ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 どっかのドアを戻れっていう感じ。どっからだろうね。ここ、あ、この上じゃない。っていうことは今の鍵ドアのところかな。そっち行ってみようか。それかここもあるんだよね。このドアは戻れないでしょきっと。あー無理だね。あ、戻れそう。なんか今戻れそうじゃなかった？ちょっと一旦鍵ドアの方行ってみよう。鍵ドアは戻れるんかな。鍵ドアも戻れたらいいんだけど。さあここで鍵を手に入れて、すぐ上を失敗、すぐ上を失敗。うん、無理だね。やっぱ2回目のドアだったね。ゴーバックキロピオー。この2つ目のドアだね。このドアに入ってまたすぐに上ボタンを押したら戻れるっていう感じでしょ。そんしたらパウがなくなって上に行けると。ザコは引っ込んでる。まず魚を出す。もう1回ぐらい魚来そうじゃない？来ないかな。来ないね。じゃあ土管に入っていきます。そろそろゴールがあってもいい頃だと思うんだけど。うわー危ねー。何かいさあオンをして、なんか動けないよ。ねえ、エンジェルフィー。ここ左行きながらオンオフなんかな。それで抜けるみたいな。あーなるほどね。ここ魚落ちてこない。なんかこういうとこ怖いよね。狭いとこ。どっかチャッとか言うんじゃないのか。聞こえないな、その音で。チャッとか絶対どっかで言うよ。ほらチャッて聞こえたもん今。さあドアに入っていきますか。まだですかね、ゴールは。ん、中間ポイント。あ、右下、あれゴールじゃないでしょう絶対に。あれツタなんじゃないの。ということはここを中間ポイントを取るのが成功だとそう思うけど。あーやったなんでよ。いや、こっから何か違うパターンがあるかもしれない。さあ戻ってきましたよ、この場所に。一旦左、右行って、こっからもう一回変わって、これがゴールというわけではなさそうなんですけど、一旦行ってみるか。いや、なんとなくそう。やった、ほっ。どうすればいいの。頼むって、ここ動けないんだって。ニヤニヤしてんじゃねえ。ここまで来ればもう絶対僕の勝ちだ。何もしないでいいっていうことだろ。そしたら下からツタが生えてきて、それに乗ってゴールしろと。さあ行きましょう。これでゴールなんだろうな。やったこのコースもね、クリア率は低いんだけど、初心者の方でもおすすめできるようなコースですね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオクリアできる、土日祝限定ということで。これね、ツイッターでもらったんだけど、この制作者さんのコース最近やったことがあって、それはとんでもないバグを使ってたんですよね。で今回もね、説明文に書いてある通り、消される前にダウンロードって書いてるから、とんでもないバグを使ってると思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 3.33%。
いやぶっちゃけバックコースって結構賛否両論あるんだよね。みんなはどっちやかな。僕は正直めっちゃ好きですね。なんていうのかな、任天堂の、まあ、完成されたゲームのガバを発見するのってとてつもなく苦労がいると思うんですよ。それを発見できるのにマジで敬意を払えるね。すいません、話ばっかりで進めれてませんでした。まずこのクッパくらい乗ればいいのかな。乗って右にはいけないよね。そして10秒しかないのか。じゃあこのまんま、あ、ちょっと狭くなってるんだね。で、こっからこっからどうやっていくの。壁があって進めんくらい、この壁すり抜けれるみたいな、そんなんかな。まあ、こっちに行くのがめちゃめちゃ怪しいんだけど、とりあえずこっち行ってみようか。こっちで降りるみたいな。いや、やっぱなんもないよね。このクッパくらい実は意味ないみたいな。この辺になんかあんのかな。やっぱないよね。前はさ、なんかこの辺隙間入れてゴールできたとかあったけど、今回はそれはないみたいだね。クッパくらいに乗ってさ、とりあえず右上行ってみようか。あの右上がめちゃめちゃ怪しくない。とりあえずいい感じに進んでくれてるなって言ってるけど、ここここ、あ、あ、なんかいけた。え、こんな生き方あんの。またとんでもないバグを作ってるね、この方。いや、すごくない。なんでこのクッパクラウンに乗ってさ、壁をすり抜けることができるんだろうね。で、この下すり抜けて降りてゴールみたいな。いや、マギが嫌いな方はうえってなるようなコースかもしれないけど、僕ね、ほんとこういうの好きで、マジで見つけるのに感心しますね。いや、非常に素晴らしい。どうもありがとうございました。そしてしれっと最速取ってるね。はい、終わろうと思ったんですけど、普通の一発マリオのコースもやっていきたいと思います。まあ、2つ目の一発マリオだからね、クリア率はそんなに低くないんだけど、100匹クリボーよけかいくぐれって書いてるんですよ。まあ、説明文にね、100体のクリボーをよけてゴールだって書いてるから、そのまんまの意味だと思います。リオイスキンだからさ、あのクリボーって全員浮くんじゃないかな。まあ、やってったらわかるんで、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 4.76%で、サムネがさ、一番左開いてたから、一番左が穴だと思うよ。そこにジャンプしてゴールに向かえっていう感じだろうね。なんで、ここでジャンプして、あ、ちょっと待って、マリオはふわふわしないんだね。あ、あ、このとんがりコンガー。だが、もうわかったぞ、クリボーよ。一旦クリボーをおびき寄せておいて、こっから上に行けばいいと。そういうこと。ですから、ちょっと。これ自由にぶつけるかもしれん。なめるな、クリア率 4% のコースなんて僕にとってはへっちゃらなのさ。キノコの山みたいな顔しやがって。こっから上に行けば、ガッパガッパ。これ実は下から行くのが正解みたいな。下のクリームをちょっとずつおびき寄せておいて、右下から行くとかそういうことでもなさそうなんだよ。無理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 。意外とゴリ押しでどうにかなるもんだね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。